皆さん、お久しゅうございます。帰ってまいりました。シアンです。あの時とは違う、シアンです。よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら、というわけもなく、今回はですね、話したいことが、早速ですが、2つあります。その2つとも、実況に関わることなんで、ぜひぜひ最後まで皆さん、聞いていてください。まず一つ目、入院してました。それも、修行しますの動画、出した、10日後に入院しましたね。もう、たたりですよ。修行とかええからお前さっさと動画上げとけよみたいな。もうなんか神様から制裁下された感じでしたね。ああ、まさか10日後に入院するとは。本来ボイストレーニングとか行きたくて、教室行こうと思ってたんですよ。で、まあ6月の初めですかね。1日ぐらいに、ちょっとネットでできるボイストレーニング教室があったからそこ申し込んだんですよ。そしたら、なんかメールで、今月いっぱいで閉鎖するので、大変申し訳ありませんが、違うボイストレーニング教室を、みたいな、来て、で、おーい、みたいなこと言った、矢先入院ですからね。はい、6月5日。もうなんか、たたりたたりだったんですよ。もうなんか、休止しますって動画出してから、僕の運勢だだ下がりだったんで、今度からはもう続けます。絶対。じゃあ、そんなこと言いたいんじゃない？今回は、まあ、何の病気になったかなんですけど、気胸という、病気の気に胸って書いて、気胸です。興味のある方はぜひ調べてみてください。割と一般的になる病気で、まあ、肺に穴が開くんですよ。ちっちゃいですけど。その穴から、肺の中の空気が漏れ出すんですよ。肺の周りに。で、漏れ出した空気に押されて、まあ、肺が膨らまなくなるっていうものなんですけど、まあ、それでちょっと入院しました。片方だから良かったんですけど、なんか、両方いっぺんになっちゃうと、もうなんか死に至るという、結構恐ろしい病気に、まあ、なりまして、まあ、治療法としては、中の空気をまあ外に出すものなんですけど、当初、1週間で退院予定だったのが、気づいたら、4ヶ月になってたんですよ。ねえ。何があったんや。全然治んなかったんです。過去に、僕何回かその病気になってまして、もう、何回も何回もなると、やっぱ、治りが悪いんですよ。それで、ずるずると治らんな、治らんな、言ってたら、4ヶ月経って、10月11日ぐらいに退院してました。ちょっと疲れてきたんで、ちょっと休憩します。帰ってきました。で、退院してからは、もうずっと自宅療養ですね。はい、まず体力の回復。やっぱり入院4ヶ月もすると、もう病院の空気に馴染んで、ちょっと外の温度差とか、ちょっと風とか、そういう微妙なものに結構敏感になるんですよ。で、体がちょっとしんどくなる。で、ずっと病院ってベッドなんで、ま、足もそんなガクガクで、足が笑う状態で、はい、なるんで、まあちょっと、ここまでの間ずっと回復にちょっと期間空けてましたね。うん、それで動画再開が遅くなりました。でですよ。まあ、皆さん退院って言ったら、まあもう元気になって、もう、これからはもう、行くぞみたいなイメージすると思うんですけど、今もなお、治ってません。実は。はい。僕の退院は、4ヶ月経って、ああ、もう、穴は閉じたんですよ。で、穴は閉じたけど、肺があんまり元に戻ってないという。ちょっとは膨らんだんですけど、割れる前、よりは、ちょっと縮んでいる状態で、もうこれは、この病院じゃちょっと治療無理やな、みたいな感じの、
隊員です。なので現在もまだちょっと息苦しいんで、あの酸素ボンベで酸素吸いながら、まあ、こうやって話してるんですけど、だからひとまず外の空気には慣れたから復帰したっていう感じで、あの病気そのものはまだ治ってません。もう治ろうと思ったらなんかもっと上の病院に行くとか、もうその国立で有名なところに行くとか、まああとは肺移植って言って、他の方のその肺、まあドナーですね、ドナーをあげる側じゃなくもらう側になるということで、まあ、そうなってくると1年2年のちょっと歳月がかかるんで、ちょっと家でみたいな、はい、状態で現在家にいます。なので2つ目に言うことなんですけど、それは、はい、実況にもちょっと関わってくるということで、その流れで2つ目いきます。2つ目はですね、まあ、今後の実況活動についてですね、更新まず言います。不定期にさせてください。やっぱり抵抗力落ちてるんですよ。だからすぐに風邪ひくんですよね。で結構体調の変動が激しくて、もう分かんないんですよ。今日しんどくなくても明日急にみたいなケースが結構あって、なのでもう本当に行ける時に投稿するというスタンスを取らせていただこうかなと思います。で次はやるゲームなんですけど、あ違う、実況内でのことなんですけど、息が持たないんで、あの途切れ途切れになります。実況ちょっとそこは本当申し訳ないです。うん、あとちょっと息切れしてるような声になると思うんですけど、よくまあ切れてます。やっぱり肺がちっちゃいから、みんな1吸えるとしたら僕 0.5 しか吸えないんですよ、酸素。だからその分息切れるという、困ったなあ。まあでも本来入院してるはずなんで、穴塞がったも奇跡なんですよ。だから僕こうやって家にいて動画撮れてるだけでもまあ奇跡らしいので、もうそこはありがたく、もうこれ以上何も求めずに撮れる喜び、実況できる喜びをかみしめながら今後実況活動していこうと思います。あ、もう一つ、ごめんなさい、ゲームなかなか見ないですけど、声もあんまりでかい声が出せないです。肺活量いるんですよ、結構でかい声出そうと思ったら。だから一応頑張ってはいるんですけど、前ほどのでかい声を長時間続けるとか、あと結構長い間動画撮影するとか、ちょっとそういうのはちょっとできなくなります。だからまとめると息切れ状態っぽくなる、あと途切れ途切れになる、で大きい声がちょっと長時間出せなくなる、で長時間録画がちょっと厳しくなるということです。ということで次ゲームのことについていきましょう。やるゲームなんですけど、ちょっとマリオカートとかスプラトゥーンとか、まあそういう不定期でもなんか問題ないゲームをプレイしたいと思います。やっぱ RPG 系とかは、まあ、期間が空いちゃうとどうしてもね、なんかストーリー忘れちゃったりするんですよ。僕もだし、見てくださってる皆さんの一部も。なので、まあ、相手も忘れても大丈夫なゲームを選んでいきたいですね。はい。まあ、例えばで言うと、ニュースパラマリオブラザーズウィッキーとか、今のでだいぶ来たなぁ、とかですね。マリオメーカーはちょっとやらないです。あれめっちゃ時間かかるんです。撮影に。えらいコース来た時とか、長時間録画なんですよ。僕体力持たないんですよ。だから、マリオメーカーをやるとしたら、まあ比較的淡々とこなせるようなコースを投稿してくれるっていうのが条件になっちゃいます。激ムズコースは絶対に無理ですね。そこはご了承ください。ということで、まあ、最後に、マリオオデッセイについて話そうと思います。リクエストでやってくださいみたいなコメントが、まあ来てたんですよ、いくつか。ただ、正直迷ってます。
迷ってるし、まだここで結論付けることはできないんですが、やる側に傾いてるかなというところですね。はい。オデッセイも言うたらストーリー系じゃないですか。で、発売日だったらまあ普通にやるってもいいんですけど、もう発売からだいぶ経ってもうみんな分かってるじゃないですか。内容、バグ、面白操作みたいなやつ結構上がってますよね。バグやってみたとか、あの〇〇に〇〇すると…とか、何々してみた結果とか、なんかそういうの最近流行ってるんですかね。なんかマリオデッセイがなんか顔出し YouTuber みたいになってますけどなんかそういうのが今流行ってるらしいんで、僕もそういうスタンスにしようかなって思いつつ、コイン縛りをやろうとも思ってますね。まあやることはやるかもしれないです。断定はできないですけど、僕もいくつかネタを持ってるんで、マリオオデッセイのいくつか持ってるけど、そんな大したことじゃないんですよね、皆さんに比べると。バグなんか絶対発見できないですし、まあだからそういうのをやっていこうかなとは思ってます。最後にですね、どうしても皆さんに言いたいことがあります。今後絶対に何回あるときはツイッターに報告したいと思います。本当に申し訳なかったです。正直入院したとき言おうかなみたいな思ったんですけど、10日前にもう引退します、引退じゃないな、休止しますの動画で、もうネットにはあれ、復帰するときまで浮上しませんみたいなことをなんかつぶやいていたらしく、つぶやけませんでしたお前そんなネット浮上しーひんって言った10日後にツイッターで入院しましたってなんか活字で言うてもみたいな、お前なんやねんみたいな感じになるかなと思って言えませんでした。で、退院したこともそもそも入院したことを言ってないので言えませんでした。でも今回からは何があっても報告するときはツイッターに必ずしますので、ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いします。もう情報を見る場として使ってください。それでは本当に今回ここまで見てくれてありがとうございました。今後こういう体でちょっと制限はありますけど、それでも見てくれるという方は今後ともマリオヒストリーシアンをよろしくお願いいたします。あ、マリオヒストリー復活します。チャンネル名マリオヒストリーシアンにします。というのもマリオヒストリーを外した瞬間、僕たたりが連続して続いたんで、なんかもう宗教観念がなんか芽生えまして、マリオヒストリーなくしたから、こんななんか、ボイストレーニングが断られ、なんか入院してしまって、みたいになったんや、みたいなんで、はい。なんか後悔したんで、マリオヒストリーシアンとつけつつ、マリオゲーム以外のもやっていこうという、スタンスを取ろうと思います。それじゃあ、皆さん、今後、ともよろしくお願いします。さよなら。